さあハーチューさんお願いします。はい、私はこれです。 Kindle Unlimited Amazon 読み放題、月額980円のインパクト。Amazon Japan 株式会社は今月3日、電子書籍の読み放題サービス Kindle Unlimited の国内提供を開始しました。料金は月額980円で、和書12万冊以上、雑誌240タイトル以上、洋書120万冊以上が読み放題となります。2014年にサービスが始まったアメリカでは、利用者の読書時間が 30% 増えたという実績もあり、日本での展開に注目が集まっています。さあハーチューさん、これどうですか、評価する側ですか、それともちょっと警戒する側ですか。ユーザーとしてはすっごい評価するんですけど、書き手側としてはいろいろ不安が残るので、今日はそれを話したいなと思ってたんですけど、まずこの中に12万冊入っていることのインパクトがすごいですよね。あのたまに Kindle の話をすると、Kindle の端末を持ってないと読めないって思い込んでる方が多いんですけど、アプリで見れるっていうことをまず知ってほしいっていうのと、あの今これ30日間無料のあの読み放題をやってるので、まずちょっと皆さん試してみてほしいなっていうところで。アマゾンの方ではないですよね。あ、はい、ちょっとアマゾンを好きな方です。すごくアマゾンってユーザーのことを考えたサービスをしていて、であの今回の読み放題っていうのも、まあ、ユーザーにとってはウハウハなんです。本を2冊以上月に読む人であれば、絶対に登録した方がお得になります。まあ、それはそう、980円でしょ、はい、だって新書雑誌1冊500円って考えたら、ね、もう2冊で元が取れてしまうので、それでもう膨大な数の本にアクセスできる権利。大丈夫な、儲かるの、書き手の方は大丈夫って感じするんですけどね。そうなんです、そこはすごく不安なんですけど、まず、まあ、ユーザー側としてはすごく読み幅が広がるんですよね、はい、なので、まあ、気軽に今まで読んだことのなかった漫画だったり雑誌だったりを読んで、自分の読書の幅を広げることができる。そしてまあ気軽にいろいろ読めるっていうことで、多分読書時間も増えていくと思います。確かに市場のパイは広がりそうな予感はしますけどね、はい、うん、戻ってくるっていうか、またそうですね。ただまだまだ、あの、読み放題というでもアンリミテッドではなくリミテッドだなって私が思うのは、まあ、新刊だったり結構こう出版社側がまだまだこうアマゾンの方に、出したくない出したくないものがあるので、で、新刊だったり話題作っていうのがの、まあ、読み放題の中に入っていないっていうことと、ちょっと検索性っていう意味で、まあ、あまり慣れていない方だとどの本を読んでいいかわからない、探すのにちょっと時間がかかってしまうっていうことはあるかもしれません。で、まあ、書き手側としてなんですよね、不安が残るのは、皆さん書き手ね、あ、そうですね、今単価すごい落ちてるでしょ、書き手の。書き手は、はい、もう地獄のような、あのこれ貸本屋みたいなもんでしょ、これだって所有権はアマゾンにあるわけですよ。我々はこれの上で読めるけれども、ですよね、そこが本との違い、ね、で同時にその作者の側には、私も Kindle ブックに何冊もなってるけども、いくら来るのかよく分かんない。分かんない、来ないかもしれない、来ないかもしれない来ないってことはないと思いますけど、あまりその計算のメカニズムを Amazon は公開しないんですけど、まあ、大体1ページ1円以下ぐらいの印税が入ってくるっていうふうに言われてます。ただ1ページ1円、カラオケのような追い風神風になったりはする可能性あるんですか。にはなる可能性はあると思います。今までやっぱりその日の目が当たっていた、売れればって話でしょ、ね、売れれば、うん、その1円のところで言うと、あの今までこのダウンロードしたら印税が入ってくるわけではなくって、はい、ダウンロードしてさらに読んでもらわないと印税が入ってこないんです。だからあのこの作家さんの本が好きでダウンロードしたっていう方は、ぜひ最後まで一応ページをめくっていただきたい。あ、そうなんですね。そこまでしてもらわないと私たちには印税が入ってこないんです。そうなんですか、はい、プププってちょっと。でもだからその辺がなんかカラオケよりもなんかまだこれから確立しなきゃいけない印税制度だよね。でもね、単価ちょっと上げないと本当書き手が出なくなっちゃうんじゃないかって気がします。それだってアマゾンさんもそれで自分の首を絞めることに将来なるわけですから、その辺は考えていてほしいですけどね。まあ、そうですね、いろいろこう考えたりとか、あの制度これから整っていく部分っていうのはあるんですけど、まず懸念されるのが、今アマゾンの Kindle のランキングを見ていくと、アマゾンの読み放題でトップに来ている本ばっかりなんです。ちょっとずっと、つまりアマゾンに押されていないとランキングに入ってこないっていう日の目が見れないっていうことがまず大変で、ニュースもね、ヤフトピに
ね、そうです、上がればっていう、うん、ヤフーさんが選んでくれたらバーンっていくけどっていう、それと同じ現象が起こっていて、もうあの PV が高いところが勝っていくっていうような状態に Amazon もなってきてるっていうことですね。で今はやっぱり雑誌がこうみんな読まれるので、うんうん、雑誌が入ってきたりとか、小説に関しても Amazon で、まあ、ここ一押し小説ですよっていうもので占められてしまっている、うん、雑誌もあれですか、最後まで読まないとお金にならないですかね。そこはちょっと難しい問題なんですけど、出版社に関しては 10% 読まれた時点で独了されたっていうふうに認識されるメカニズムなので、じゃあそれどういうことかというと、出版社はまだいいけど個人作家で印税をもらっている人っていうのはすごく厳しくなってきます、うん、でこれがまた読み放題にされちゃうと困るって言って、読み放題に登録しなくなるとまず印税が落ちるんですね、うん、今までは 70% の印税っていうのが入っていたんですけど、うん、はい、なので、まあ、個人作家にもこう安くアマゾンで出すっていうメリットがあったんですけど、もし読み放題に登録しないっていうふうになると、うんうん、あのその登録しないっていう作業にも時間がかかっちゃうんですけど、さらに印税が 70% じゃなく 35% になってしまうんです。しかもこうエントリーもされない、この辺はやっぱりちゃんと本来政治や行政が明確にするべきことなんだよね、規制と僕は思いますよ。文化ですからね、真のクリエイティブコモンズを維持する上においてもね。皆さん月に何冊本読まれますか？せーのドン。ひどい。あ、読まない。世も末だ。でもね、とは言っても1冊以上読んでる方っていうのを合わせると、うん、まあそれなりの、うん、倍近いですからね、読まない方のね、はい、すごい11冊以上読む方108票って嬉しいじゃないですか、うんうん、ハーチューさん、その108票の人に、うん、あのアマゾンの読み放題で私の本今無料でたくさん読めるので読んでみていただいて、もしよかったらあの紙の本もぜひ、そういう風になんか宣伝媒体になっていく気がしますね、うん、読み放題の本は、うんうん、とうまく使い分けるっていうことが作家にも出版社にも求められる時代っていう風に思います。直ちにアマゾンで田中康夫、ハーチュー、小林いたるを検索してみてください。だけど同時にこれ図書館もね、ベストセラーばっかり置くんじゃない形、本来は図書館は年に1回か5年に1回読まれる本っていうのが必要なんですね。そこまでどんどん商業主義になってるっていうのが大きな問題、消費物じゃないぞっていう感じも。